さあ皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はまたあの方が車を買われたみたいです。というわけで多分そろそろ来ると思うんですけれども、待ちたいと思います。あれまた曲がっちゃいますよ今。さあ、鋭い方はもうお気づきでしょう。ユージさんでございます。また車を買うという。ちょっと待ってくださいね。いいですか。一回荷物置きます。大丈夫ですか。あの、ユージさんの YouTube の裏側です、これが。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しい顔、なんかすごい複雑な気持ちで一夏の弁定画になってしまって。そうです ね、 なんかね、ちょっと感銘で、ちょっとね、あの、ここに来るとき、はい、エモい気持ちというか、そうです、ね、すごい切ない気持ちになりながら、ワクワクと切なさで、はい、いやー、お別れだ、ありがとうありがとうね、弁定画ちゃん。めちゃめちゃ存在感ありましたね。あ、やっぱり、はい、やっぱそうなんですよ ね。でね、あの、お別れが決まってからもう本当に、あの、寂しい出来事がいっぱいあって、例えば、妻が急にポロッと今までの車で一番好きだったとか、なんかいろんなことを言うわけですよ。ちょっとなんで今言うのみたいな車が嫌になっちゃったよみたいな、結構あったんですけど、ただまあ僕にとってはまあ楽しみにしていた車があって、まあ売却を決めたということなんで、はい、早すぎます今回も、ね、いや、これちょっと今回、あの、ちゃんと僕説明しとこうと思って、はい、絶対やらせろと思われてる。そうそう、なるほどね。いや、確かに僕心配したのは、これボンドさんと買わせていただいて、で、結局3ヶ月ぐらいしか乗ってないのかな。そうですね。で、またボンドさんに売ることになったんでなんか結局レンタルしてたと思われそうだ。いやいや、本当そうだと思われちゃうからね。本当にユージさん名義になってる。僕的にはレンタルにしてくれた方がありがたいんですけどで、あの、車両代もいただいてますし、今回買い取りもさせていただいてる。そうです。だからやらしい話、あの、しっかり損しちゃってるんですよ。まあしてます、まあ、やっぱりね、はい、でも弁定が買うときはもうそういうもんだと思って買ってたんで、むしろまあ短い期間だったんで、このぐらいの損で収まったっていうのもあるんで、すごいいい思いさせてもらいました。念願の W12 を。 W12 もね、あの、今回損した金額は具体的にいくらか言わないけども、はい、それ以上の価値があったんだ。なるほど。本当に。というわけで、やらせじゃないです、皆さん全然やらせじゃない。やらせじゃないんです、残念ながら。はい、はい。で、新しい車も、はい、これはボンドさんで買ったというよりは、うん、まあ、新車なので、柳瀬さんからボンドさんに入庫してもらって。そうですね。で、まあ、ちょっと足回りほんのりだけ、はい、いじってもらって。そうですね、違法改造車にさせてもらって違法にしたら乗って帰れないんで、ざわざわしちゃう。ざわざわして乗って帰れない一応僕は、あの、はい、ギリギリ、あの、違法にならない程度にしてくださいって。そうですね、完全合法の、はい、やってくれました、はい、もうありますよね。もうもちろんです。もうちょっとだけ見えてるんですよ、はい。でね、僕の車内でも動画回してたんですけど、はい、なぜか知らないけど具体的な車名をずっと言わずに来ちゃって。あ、なるほど。隠すつもりじゃなかったんですけど、はい、ここで僕の動画でも見せることになります。いいですか、行って。どうぞ。じゃあここから先、車の紹介はユージさんのチャンネルで、そうですね、ぜひ皆さん見ていただきたいということで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、チャンネル登録してチャンネルを見てみてください。はい、はい。ジレンデってね、もう本当に、あの、街中でもよく見かけるスティッカーなのかな、あの T シャツだよ、どうやら。ただこれもエディション55の V になるそうです。あんま好きじゃないですか、どっちかというと。デザートの色が、まあ、並べた時にこっちの方がちょっと白く見えるくらいの感じがします。このラインナップはやばいですね。はい、こういうことです。私の鍵のラインナップ、レンタルで終わったみたいな感じに見えた。レンタルじゃないんですもんねそういうこと言うと本当にレンタルだと思われる。ありがとうございます、ありがとうございましたって言うと、なんかレンタルで終わったみたいな。さあ、というわけで、ユイさんの車はこちらでございます、うわ、限定車なので詳しい仕様はユイさんのチャンネルを見てみてください。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。というわけで、ユージさんのチャンネル撮影が終わったんで、はい、うん、ここからボンドチャンネルちょっと喋っていただけると助かります。やりましょう、はい、あと若干、あの、カスタマイズでの紹介が薄かった気がするんですけど、一回もしてなかった忘れてた、はい、じゃあそこはボンドチャンネルで。そうでした、はい。あ、そう、ボンドさんに何であるのかって話ですもんね。そうなんです。本来柳瀬さんで納車するものを一旦ボンドさんに持ってきてもらって、はい、
カスタムをしてもらってっていうところを言っていいですか、はい、じゃあお願いいたします。本当プチカスタムですよ、はい、プチなんですけど、はい、あいい感じにやっていただいてありがとうございます。スペーサーを入れていただきました。ホイールスペーサーを入れて、はい、このフェンダーの面に合わせていただきました。しっかりはみ体にバッチリ違法改造に。いや大丈夫ですよこれ。あ本当ですか、はい、あ合法ですね。合法合法、はいはい、合法なんです。やっぱね車検をしっかり通るので、はい、合法の範囲内でギリギリ出してくださいっていう要望を見事にありがとうございます叶えていただいて。もうゆうじさんゲレンデ何台も乗られてますもんね。はい、はい、そうゲレンデ何台も乗ってて毎回ゲレンデは、ホイールスペーサーを入れてもらってるんですけど、やっぱねオーバーフェンダーかっこいいんですけど、せっかくこんなにオーバーフェンダーなのにタイヤがちょっとっていうか結構内に入ってるんですよ。引っ込み事案なんですよね。引っ込み事案なんですよ、はい、うん、オーバーフェンダーじゃなくてもいいんじゃねってぐらい引っ込み事案なんでせっかくのオーバーフェンダーだったらやっぱ面合わしたいってことで前後、はい、前後ですね入れてもらってます、はい、まあ、前後で出面が違いますからね。その辺もそうねバッチリ。もうだからボンドさんのいいところは前何ミリ入れてくださいとか言わなくても前後バッチリお願いしますって言えばバッチリやっといてくれると。スライチでって言ってもらえる。スライチでって言えばね。で、サスとかはもちろんというか今回いじってないです。はい。はい、ノーマルです。もう一点、ブレーキパッドを低ダストのパッドに変えてもらいました。やっぱりゲレンデとかね、まあ、ゲレンデに限らずですけど、まあ欧州車かな特にブレーキダストすごいので、ペンテイがすごいですね。めっちゃ売れますよね。びっくりした。はい。もうだから僕あれ買いました。ホイール磨きのスポンジ中まで洗えるやつ。もうあまりにも洗車毎回やってらんないんで、はい、ホイールだけでもと思っても、はい、あれでねしょっちゅうホースでこうやってやってました。はい。でまあ今回はもう低ダストのものを入れてもらったんで、まあある程度乗ってもそんなに真っ黒にならない。本当にね入れてないと抹茶色、もう本当に抹茶色になっちゃうんですよ。もうあれホイール錆びちゃったのかなっていうぐらい。ローターをこうザクザク削っちゃうんですよ。そうなんですよね、はい、欧州車はローターを削るタイプのブレーキの使い方なんですよね。だからその鉄粉がバーッと出ちゃうっていうことなんですよね。で焼き付いてこう特にマットのカラーとかだと取れなくなっちゃうんで、メンテナンス本当にしょっちゅうやんなきゃいけないんですね、はい。まあ、こういう特別なやつは特に入れといてもらえると、入れといた方がいいっすね。あといいかなと。本当に、はい、マジでそう思います。だからこれ入れました。でもどうせ低ダストのパッド入れるんだったらキャリパーも色塗っちゃおうかなとか、あいいです、ね、思ったんですよ、はい。なんか黒とかに、はい、もう赤じゃなくてもいいやと思ったんですけど、はい、ちょっと一旦やめました。まあ今回内装とも合ってますからね。そうなんですよ。内装が赤っていうのもあって、はい、うん、すごい悩みました。でもまあまあかっこいいんでこのまま一旦しばらく楽しんで、多分僕の場合本当に車いじらないと気が済まないタイプなんで。なるほど。いろいろ出てくると思うんですよ。じゃあ期待していいんですね。もうすでにだってブラバスのリップ気になってますもん。あ、本当ですか。フロントリップ全世界的に今欠品中なんで、ご注文はお早めにお願いいたします。で、あとパワードームもちょっと気になってます。はい、リップとパワードーム、なんだったらもう800馬力にしていただいてもいやー OK です。で、タービンまで加工するのが800です。800だ。で、エンジン開けるやつが900です。そうだ、はい、だから700が割と第一段階としては、はい、そうですね、手軽にできる、はい、金額は手軽じゃないけど、はい、うん、まあそんなのも控えてます。あとは僕的には、優しいパパユージさん的には、はいはい、車、お子さんだったり奥様を気遣えるパーツがおすすめでございます。まさか、はい、これサイドでございます。あー、サイドステップ、はい、サイドステップでも63の場合フロントしかつかないですよね。そうなんです、はい、マフラーがある関係で、はい、短いのしかつかないんで。本当のクロートは63なのにマフラー外してできるっていうこともありますよね。そうです。はい、そういうこともできます。ただ後ろの乗り降りはやっぱりこのショートのだとあんまりこう利便性がアップできないんで。そうなんですよね、ここら辺までしかないですよね、はい、そうですね。ただ安心してください。もう一個ですね。何？このドアが、え？今この70度ぐらいしか開かないじゃないですか。出た、はい、ブラバスの。そうです、89度、ほぼ90度まで開くキットがございますんであれでも本当に便利ですよね。実はめちゃめちゃ便利です。そうなんですよ、意外とね、こっからこのぐらいかな、はい、このぐらいあと行くだけで全然違うんですよ、乗り降りが。で、実はブログとかには出てないんですけどめちゃめちゃ売れてます。はぁ、地味なんで確かに、ね、紹介する機会少ないんですけどめちゃめちゃ売れてます。外装は変わらないですよね。めちゃめちゃ、あとあれもあるんじゃないですか、ハンドア防止の。さようでございます。チェックしてますね。カチャってやると引き込んでガチャってなる、はいはい、ぶっちゃけそっちの方がうちは必要かも、はい、もう子供たちにやらせると毎回ハンドアで、で僕チャイルドロックかけてるんで、
中から開かないんで、もう一回僕がやんなきゃいけないんですよ、はいはいはい、それこれチャイルドロー詳しいっすね、ゆうさん。いや、僕、はい、車のことばっかりしちゃうんですよ。じゃあもうゲレンデで何か悩んだら、もうゆうさんに、はい、インスタに DM 送ってもらえれば。そうですね、はい、で、僕がそのままボンドさんのリンクを送るんで。そうですね。もうそれはボンドさんに聞いてもらったら、だってもう正確ですから、はい。というわけで今回のじゃあこのスペーサーと低ダストブレーキパッドのセットは、はい、U 字さんセットで言ってもらえば。あ、そうですね、はい、そしたら漏れなく泥除けも外されますけど。そうですね、はい。はい、もう完全にやめるのはもうオーダーしちゃっていいんですか。しときましょう、しときましょう。ちょっと待って、しときましょう。金額とかも一応聞いとかないと。そうなんですか。はいはいはい、一応ね。そう、まあどうなんでしょうね。大丈夫です、もう車が車なんて。え、ちなみにごめんなさい、そのドアが開くやつ、はい、89度が開くやつって、はい、あれブラバスのパーツなんですか。ブラバスとマンソリーから出てます。なんでそこから出てるんですか。よりによってそんなハイエンドカスタムブランドからもうちょっとなんかないんですか。ないです、ないです。なんか、はい、よりによってそんなハイエンドカスタムメーカーがやってるんですか。高いじゃないですか、絶対。いや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 、まあまあユージさん の財力を持ってすれば小銭みたいな。ちょっと待って、大丈夫だと思います。僕の財力は全部ここに消えたんで。あ、本当ですか、はい、あ、これ消えてっちゃったんですか。消えちゃったですよ、僕の財力です、これが。あ、本当ですか。これ全て本当に、まあそんなのもあり、まあそれ欲しいね。でも優先度で言うと引き込みのソフトクローザーの方が欲しいです、ぶっちゃけ。じゃあご用意してお待ちしております。次回じゃあ動画でご紹介できるんじゃないかな。パワードームも欲しいし、はい、うわ、あと何がいいかな。本当はホイールも、はい、ちょっと土方になんか相談した気もしたんですよ。ホイール変えちゃおうかなみたいな。でもまあ一旦これでね、はい、せっかく限定車でエディション4ゴールドホイールなのに、もう本当はディッシュ系のホイールが最近ちょっと気になっちゃって、ね、AMG でも出ましたよね、ディッシュのホイール。 AMG も出ました。はい、あ、そうですか、出ましたよね。ちょっとこの撮影終わったらチェックしましょう。出してない、めっちゃかっこいいですから。ちょっと待って、撮影終わった後チェックしたら、はい、ガチじゃないチェックしましょう、それ、はい、もうそれ本気で、もう大丈夫です。ちょっと待って、はい、たまたまなんですけど、ハンコ持ってきてる。完璧じゃないですか、もう。ちょっと待って、はい、あれもそうですよ、 S クラスのマイバッハも、はい、もう今純正がディッシュっぽくなってますよね。メッキの一枚ものつるっとした、まあ、前回からそうでしたけど、もうそういうの結構流れ来てますね。来てます。欲しいなぁ。まあちょっとね、撮影終わったらカメラ切った後に一旦そこは考えましょう。お願いいたします、はいはい、一旦今日はこの状態で、はい、プチカスタムをボンドさんにしていただきました。そうですね、していただきました。ありがとうございます、いつもありがとうございます。いや、こちらこそ、はい、ご覧になっている皆さんに改めて言いますけど、ベンテイがレンタルじゃありませんから、はい、そして出演回数が多すぎて、ね、なんかこうあるんじゃないかなと思われてるんですけど。そうなんですよ、思われてるんですけど、はい、本当にたまたまご縁があって僕の探していた個体があったりとか、だから GT3 とベンテイカがたまたまここにあったから買ったってだけで、全く案件じゃないんですよね、これ。じゃあ僕が言うのもどうかなと思うんですけど、本当に見ましたコメントで、なんか、はい、ボンドさんの案件だろみたいな、はい、だとしたらタダでくれよっていうふうに思っちゃいますけど。なかなか車屋さんで案件で車あげれるほどのってないですよね。コマーシャルでもない、車屋さんでは、車屋さんでメーカーでもなかなかないですからね。というわけで全部ガチンコでお届けしますんで、はい、今回も、うん、お世話になりました、はい、もう新車の納車でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、何回目だろうって感じで、はい、まあ帰ってきたって感じですね。そうですね、まあ、新しい旅に出るというよりは実家に戻ってきたんで。大丈夫です。ちょっとじゃあ一回荷物入れてください、うん、ね、はい。いやー、娘たちのカバンまで置いてあるわ。さっき習い事に送ってって、はい、帰りはタクシーで帰ってもらったんですよ。いや、でもこういうのはリアルな感じがして、やらせな感じが、そうっすね、はい、ないんで、これは超リアルっすね、ここ。ゆいさんの私生活が垣間見える。そうっすね、確かに私生活&ベンテイガーと過ごした日々とのお別れというか、そうですね、なんか彼女と暮らした家から荷物を出すみたいな。そして新しい彼女の家に、新しい彼女の家に、はい、聞こえ方悪いな。あれ、じゃああと何かありましたっけ。もうないか。もうないです。ないか、鍵ももらったし、あとは次回のその来店の予約を入れていただける。あ、そうですね、そうですね、はい、次回の来店予約で、ね、ステアリングからまずやって、そうですね、はい、次がソフトクローズと、ソフトクローズで、はい、その後89度で、そうですね。あと年内に2回ぐらいですか、納車の動画が撮れればいいかなっていう。そうですね、年1で、あと、はい、開き直りましょう、車買う系
芸能人ということで、いやもうここまでね言われちゃうともういいやって気になりますね、はい、もう買うだけ買ってやるみたいな、僕あの買い足しじゃないんで入れ替えなんて、はい、じゃあ次回はそのユージさん の、はい、あの車購入術を、ああ、はい、なるほどね、うまくやりくりしてんだぞっていうところを、はいはい、確かにそれいいかもしれないですね、はい、ちょっと現実を見せたいですね、はい、なんか僕のことをなんかすごい大富豪のお坊ちゃまだと思ってる多いらしいのでそうね、散財してるわけじゃなくってじゃないです、うまくやりくりしてかなり手堅いです、まあ、車好きの方はもうラインナップ見たら分かると思う、そうですね、手堅い手堅い、はいはい、まあそういうのもいつかやりましょう、はい、ぜひよろしくお願いします、いやこちらこそありがとうございました、ありがとうございました、すいません、どうぞ、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、またお願いします、気をつけて、ありがとうございました。さあというわけでもう準レギュラーユージさんの納車の様子をお伝えしました、もうガチでやってるっていうのが少しでも伝わったらいいんじゃないかな、これからもボンドチャンネルリアルをお届けしますんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、最後までご視聴ありがとうございました。